通のジムニーが見たいと。今日のロケを忘れてなかったんだよ。ナンパしてきたそうなんで。君は誰だ。派遣です。男って何。武骨なね。西岡パフ君。今どうぞ。原点回帰。このロングセラーは飽きない。コンセプトにブレがない。そう、ブレがない。派遣のくせにいいこと言うな。派遣ですから。他にないならここに来い、車選び .com。 皆さんこんにちは。本日の車選び .com、 工藤さん、前もやったんだけど、まあ前やったのもジムニーだったんですけど、うん、あれはまあシエラっていう普通車サイズのね、まあ、ボディは一緒なんですけど、オーバーフェンダーがついたりとか、うん、前後バンパーが大きくて、はい、で 1.5 リッターエンジンを積んだシエラっていうタイプだったんですよ。でね、そしたら、うん、ちょっとね、まあ、視聴者の皆さんから、うん、普通のジムニーが見たいと、という声をいっぱいいただきまして、はい、今回はもう正真正銘ね、うん、軽自動車のジムニーを持ってきました。この軽自動車に似合う女はいるのかね。ちょっとね、軽自動車に似合うかどうかはわからないんですけど、だってこの車を紹介しろって言ったら近藤みやびだぞ、ね、あの野郎今日のロケを忘れてなかったんだよ。違う、みやびちゃんに責任はないんですよ。あ、そうか。そうみやびちゃんを責めるのやめてくださいね。代わりはいないの。今日ですね、みやびちゃんが来れなくなっちゃったんで、あのナンパしてきたそうなんで、読みましょうかね、ナンパされた人。いいじゃん、こうジムニーが似合う女かどうか見てみたいと思います。はい、どうぞ。じゃあどうぞ。君は誰だ。おはようございます。誰だ君は。さくら静香と申します。近藤みやびの代理できました。すいません、オブザイヤーじゃなくて。オブザイヤー、酒飲んで寝てんだよあいつ。本当ですよ、朝叩き起こされたんですから。いきなり派遣が呼び出されて、派遣です、現場に行けと。で、何の現場かもわからなくてきたという。はい、タクシーでぶっ飛ばしてきました。偉いだって聞いたら、偉い、すごいですよ。電話もらった時はまだ寝てて、で、もうその電話で起きて30分後には家を出てたそうです。偉い、素晴らしい、偉い、フットワークの軽さ。君はレースクイーンかね。レースクイーンです。あ、なるほどね。どこ、はい、どこかな。2022年 の、 あの GT300 クラス、アルナージュレーシングというところでレースクイーンをやってるんですけど、一度傘差したことあるんですよ。言ってんじゃね、知らねえもん。いや、1年前ですよ。1年前、はい、どこでだよ、六本木か。違います、富士スピードウェイで、あのグッドイヤーエンジェルとして傘させていただきました。グッドイヤーのイベントなんか行ったことない。いつからグッドイヤーの人なの。いや、グッドイヤー行ったことないよ俺。いや、ありますよ。何が、お前変なこと言うんじゃねえ。見せましょうか、証拠。そう、ありますよ。あ、俺だ。え、本当に。本当に俺だこれ。あ、これ間違いなく土屋さんだ。ですよね、これ。覚えてます、去年の6月です。あ、思い出した、思い出した、これ86、あ、86BRZ、 その時。そうです、決してグッドイヤーのイベントではない。86BRZ のイベント。おお、誤解を招くようなこと言うな。俺は大変なんだそんなこと。どうぞということでね、この3人で、近藤みやびが用意したジムニーをご紹介したいと思います。ご紹介するのは派遣です。派遣です。本日はジムニーですね。素のジムニー。素のジムニー ね、ベーシックなやつ。どうよ、色かわいいですね。色か。いや、まず色じゃないですか。顔はね、確かにね。顔。なんか軽自動車なのに、かわいくなくて男って感じ。ああ、まさに。オスな感じがする。かわいいだろう。ごついじゃないですか。ごついけどかわいいんだよこれ、お前。これがかわいいんですか。みんながかわいいってこう。そうなんだ。評判の。まあでも、で、そのいわゆるかわいいかわいいではなくてね。ごつい系のね、武骨なね、そのカクカクって直線とこの角でね、うんうん、やってるデザイン。ジムニーファンはすごいんだから。ジムニー以外はジープじゃないっていうぐらい、すごいよ、ね。まあそうだね、ジープって SUV ですね。まあそうだよね、キングオブ SUV で、うん、まあヘッドライトはね、だって先代とかはもっと四角いヘッドライトだったんですよね、はいはいはい、新型も丸くなってて、うん、でこのグリルの形とかもなんか、まあ、鮮度返りですね。フグの目みたいだな。いいじゃん、なんかかわいいよ、ね、かわいいね、鮮度返りしたデザイン、うん、でこういうね、縦スリットなんかも入れたりしてね、いいじゃん。この辺もジムニーの伝統ですね。あ、横は変わってないの。横はですね、うん、まあ、前回のシエラに比べるとね、素の状態ですね、まあ、前回オーバーフェンダーがついてて、うん、タイヤがもっと太かったんでね、
で、まあ、フルモデルチェンジね、横もこう四角くなってます、はい、今これそう人気なんです。まだね1年待ちぐらいらしいんでね。マジで。でね、そうびっくりしたのはこの間ね、この番組のディレクターがねジムに持ってるんですよ。持ってる持ってる。でね、1回目の車検だから3年経ってるんですけど、はいはい、下取りの買取査定したら、うん、新車価格より高かった。すごい。今すごい、そんなねこと3年前にね買った車が買った値段より高いって信じられないでしょ。マジ。だって 660cc でしょ。そう。これターボだっけ？ターボですね。ターボついてます。あ、そう。まあ、そういう車ですね。で、まあ、横はそんな変わってないんだ。そう、直線と顔は変わったけど。顔は変わ、まあ、でもほらボディはフルモデルチェンジしたんで。あ、そうなの？この前の方から比べたらね、フルモデルチェンジで全部は新しくなってますね、はいはい、で、例えば新型はこういう雨どいなんかもついたりしてね、うん、これがあると、ドア開けた時にね、水が垂れてこないっていうのもあるし、 あとはルーフキャリアをつける時に、はい、これの方が耐荷重がいけるっていうのと、あとはこう幅の広いキャリアをつけられるんで、よりいろんなものを乗せられるとかね、そういうメリットがありますね。はいはい、へー。後ろは、後ろはまあなんか変わってる？シエラに比べるとバンパーがちょっとちっちゃいかなっていう、うん、あ、ちっちゃいの？ちっちゃいんですね。あの軽自動車の枠に収めるために。あ、そうか。全長、3395に収めてますね。なるほど。でスペアタイヤね、スペアタイヤしょってんですけど、これなんかどうもね、うん、今日調べてたらスペアタイヤは全長に含まれないらしいですね。なぜなら多分ボルトで外せるからってことだと思うんですよ。なるほどね。でこのスペアタイヤのステーまでが全長みたいです。ほう、はい、いいじゃん、ジープっぽくてさ。そうですね、まあ、いかにもオフローダーな感じですね、うん、あ、トランクは見ない方がいいね。いや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 ないもん、トランク。ない、いやいや、そうそう、そうね。これは見ない方がいいよ。これね、違うんですよ、実はこの車の考えとしては、うん、この畳んだ状態がメイン。あ、じゃあ2人乗りだ。2人乗りと考えるとしっくりくるんです。これね、あのね、畳むときは外しましょう。その方がフラットになるんですよ。こっちでヘッドレストつけた状態で、ね、そういうことね。ヘッドレストを外すのと、はい、あとはですね、でもう一つ技があって、これね、鍵を使ってシートベルトを外せるんですよ、はい、で何のためにシートベルトを外せるかっていうと、こっちが外した状態、はい、こっちが外してない状態、はいはい、はい、何が違いますか？何が違いますか？ベルトがない。そう、ベルトがないことによって、はい、まあ見たまんまなんですけどね、うん、幅が有効に使える。 なるほどね。あ、はい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 、はい、はあ、なるほど。そうなんですよ。でね、ちょっとしたことって思うかもしれないですけど、うん、このサイズだからやっぱね、うん、違いが大きいんですよね。なるほどね、はい、これはなかなか高いね。ここ高いですね。これ、それは高いのもフラットにするためですね。あ、そう、ここを上げて、これがなければね、ここまで下げられるんですけど、うん、やっぱジープだから高いのかね。そう、まあ、そうですね、あのオフロ、本格オフローダーなんで、ね、高いよね。高い。頭ぶつけたよ、今。ハケン、ハケン今頭ぶつけた、すげえ落としたぞ。これは高いな。高い、うん、じゃあ床は高いですね。ね、だからどっちかっていうとこれは2人用のジープだね。そう、そうなんです、2人でアクティブに動く人向けだと思います、ね、そうだそうだ、うん、2人でキャンプ、そう、いいですね、で、いろいろいいとこあるんですよ。四角いからね、こう開口部も広いし、はい、あとはあの荷物の出し入れもしやすいんですよね、うん、このぐらいの高さがね、こう手に持ってきた荷物はこのぐらいの床の高さが入れやすいですね、うんうん、そうだね、ほう、なるほど、はい、いいんじゃないの、なかなか、うん、で、ちなみにこれ床は樹脂のハード、まあ、濡れてても汚れてても、そうそうそう、汚れ掃除がしやすいです ね、おー、いいですね。あと、まあ、傷は正直つきやすいんですけど、ついても気にならないですよね、こういうのだったらね。そう、これはしょうがない。 あれ、キャンプとかする人ですか？キャンプ全くしたことない。全くアウトドアスポーツはなんかないですね。ない、はい、英検は準2級だけど、はい、アウトドアスポーツはあまりしない。インドアですね。インドア派、インドアね。なるほどね。ここで勉強する、はい、あ、あとここにね、アクセサリーソケットがありますね。あ、軽自動車とかあんまないですよ、荷室にアクセサリーソケットついてるの。はい、なるほどね。ほう、これね、ん、何、このネジがはめたんですけど、それは穴が開いてて、だから何、パネルじゃない、パネル止めてるネジじゃないんですよ。違うの。穴が開いてて、ここにフックとかね、うん、バーとかね、はい、そういうのつけたりして自分流にアレンジできると、荷室を。うーん、いいじゃん。そうそう、という工夫がねされてます。これもね、遊び心。そうそう、あのね、
ネジだってねただじゃないですから、うん、メーカーも本当はつけたくないんです、コストのことだけを言えば、うん、でもこれがあった方が遊びにね、うん、とかまあ実用に使うのに便利だってことでわざわざこうやって穴にネジをはめたんです。それはそうだね。へえ、なるほどね、はい、角度はいいよ、うん、角度ね、うん、ヒットしますよ、はい、角度はいい。これあの土屋さん足元なんか足どうですかね、足とか膝周り、あのね、はい、シートの下が、このつま先が入るから楽。ああ意外にね、うん、シートが高くてちょっといいかね、楽楽。後ろもちょっとやってみようかな、このこんな感じぶつからない、はい、足が、いやこれ全然いいよ、あの長距離は嫌だなって感じ。あ、居心地いかがですか、さくらさん。意外といいです。意外といい、もっとキュッてなるかと思ったんですけど、あの先代に比べてね確か4センチだと思ったんですけど、うん、前後席の距離が広がってて、はい、いいよ。でそうですね、で広くはね、決して広くはないんですけど、うん、広くはないけど、ただ狭くはない。意外に開放感がありますね。キャビンが四角いから頭上が広々、はいはい、プラス圧迫感がないですね。そう、圧迫感がない。そうプラス窓が結構大きいんでね、うん、あそうなので、うん、あの開放感というか閉塞感はない。ないです、全然ないし、足もまあ使えないサイズではない。全然いいよ、大人が乗っても、うん、そう86より広い。あ、全然いいでしょ、86 86の2列目より広い。86よりもいいし、多分35 GTR よりもよっぽど広い、広い、広い、よっぽど広いし、それらに比べたら実用的ですね。そう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 、これはね、大人が後ろに乗れる、うん、うん、カバンも置けるぐらいのスペースがあります。そう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 、横、まあ、そうですね、うん、横置けますね、いいよ。ただね2人がちょっと密着しすぎな感じで、男男だとちょっと辛いかな、うん、気持ち悪いねですよね、うん、まあこの2人だったらね、まあね、うん、いいですよね。じゃあ前座ってみよう。はい、はい、これまあクラシックな雰囲気ですよね。インパネなんかもごつくて、うん、でこのメーターなんかは、うん、こう80年代の4駆をイメージした箱型メーター、そう、はい、あえてレトロな演出ですね。こういうボルトなんかもいいよね。そう、それね、ダミーなんですよ。いいですね、わざわざ見た目のためにつけてるボルトなんですよ。いいよ、なかなか、はい、で雰囲気出てる。こういうところもね、なんか G ショックみたいなね、ごつい感じで、ごついね、うん、で、まあ、クロスカントリーモデルの定番のこのね、助手席前のバー、はいはい、はいはいはい、助手席前のバーがあるし、オフローダーっぽい。あとはトランスファーレバー、四駆のレバーなんて、うん、先代の中期モデルからはプッシュ式だったんですよ、先代は、はい、でもレバーに戻しました。あえてこう、うん、なんて原点回帰、はいはい、こっちの方がね、あのごついんで、ごついわ、ごつい、もう昔ながらのコンベンショナブルなレバーになりました、うん、本当だ。あとはですね、あ、そうだ、あれです、うん、ステアリングがですね、うん、これチルトだけなんですけど、はい、ついてるんですよ、調整、上下に調整できるんですよ、あ、これね、はい、なんと、はいはいはい、歴代ジムニー初、あ、そう、ジムニー史上初のスターリング調整機能がこの方からついてますあ、そう、今普通なんですけどね、うん、普通なんですけどジムニーとしてはすごいことなんです。あ、なるほどね、あ、いいじゃん、いいですね。独特の視界感じゃないですかね。 A ピラーが立っててフロントウィンドウが結構板ガラスっぽくて、うん、はい、まあだからさ、AMG のゲレンデミニって感じ、はい、うん、まさにそうですね、うん、運転はこうしやすいよ、はい、視認性がいいから、はい、これね、こうほらよく見るとこうワイパーだってね、今時こうボンネットの下に隠れてるのがほとんど、ね、普通はね、こういうクラシックなタイプはねなかなかないですよ、うん、これももう演出ですから、こういうのも、そうだね、はい、エンジンはまあ 660cc の3気筒なんでちっちゃいんですけど、はいはいはい、見るべきところは縦置きってとこですかね。まあそうだね、普通横置きだからね、普通ね、こういうタイ、ね、軽自動車は横置きね、もう当たり前なんですけど、これはもうアクロ走破性にこだわって、うん、ラダーフレーム通して、うん、縦置きにして、はいはい、で昔ながらの強靭なね、うん、あの四駆システムを入れてっていう、うん、もう前提がねアクロ走行ですからね、いいね、うん、だから鈴木すごいなと思うのは、うん、この車のためにねわざわざプラットフォームラダーフレームを起こして、うん、パワートレインもこの車専用で、うん、ね、四駆システム縦置き、はい、それをやってるのがすごいですよね。ああ、なるほどね、うん、この車だけのために、はい、うん、特別な一台なんですよ、さくらさん、はあ、すごい考えられてますね。そうなんですね乗ってみよう、はい、じゃあ乗ってみましょう、はい、ね、さあ行ってみよう。車選び .com ね、中古車検索サイトっていうの皆さんあんまりご存じないみたいですよね。車選び .com しかない限定車両とかねあります。本当に本当に調べてみて、
車を買うときはね、使ってみてくださいよ、本当。車選び .com で検索。愛車のお値段すぐわかる、車選び .com。 ジムニー楽しい、ジムニーでなき。やっぱ土屋さんマニュアルですね。もう車はマニュアルよ。こういうちっちゃい車のマニュアルは本当楽しいですね。まあもちろん大きい車もいいんだけど、ちっちゃい車のマニュアルで別格の楽しさがありますよね。ジムニー楽しいよ、やっぱ。俺こういうジープは絶対いいな。ねえ、もう86とジムニーやったら最高だね。ああ、買っちゃいましょう。買っちゃいましょうってお前ね。六本木だと1台8万円すんだよ、駐車料。高ー。月8万円だよ、おい。冗談じゃねえよ。今車何台持ってるんですか？3台。おお、24万。駐車場だけで24万。余計なお世話だ。いやいや、ジムニー楽しい。これでも楽しいよ、本当に。ね。お前さ、直角だから少し寝かせろ。寝かせてやろうか。寝かせてください。そっちに手を回さないと無理なんだよ。自分でやれ。おお、いいですね、このゴツゴツ感が。今工藤さんが引いたんだよ。今ね、ちょっとね、僕足挟まれちゃうんじゃないかなと思って。ちょっと覚悟しちゃった。構えちゃって大丈夫、大丈夫ですよ。こういう武骨さがいいの、ジムニーはね。ね、こういうのがいい。楽しい、アトラクションみたいな感じ。そう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 、うん、いいね、ジムニーはね。いや、もう車体サイズもね、ちっちゃくてね、これなんかなんていうんだろう、狭いところもガンガン、そう、飽きないですね、うん、このロングセラーは飽きない。ね、楽しいな。人気が落ちないもん、この車。すごい車として懐かしい感じがしますよね。いや、だって全部人間がやるんだよ、ね、そうね、電子制御じゃなくて人間がするの。すごいね、やっぱ車ってこうじゃないと ね、うん、いやいや、これは、あ、いいね、いいね、いいね、いい、楽しいですね、楽しいね。このいいですね、あのギア比がね、クロスしてるから、そう、もう無駄にシフトチェンジいっぱいできちゃいます。そうそうそう、楽しいです、これは。楽しい、めっちゃ楽しいよ。そうね、このままね、海とか川に行きたい。あ、いいですね。そうそうですね、犬連れてさ。うん、なんか反応しろよ。犬どこに乗せます？犬はここだよ。あ、そこいいんですか、そこ。犬、俺はいいの。いいね、マニュアル楽しい。マニュアル楽しいよ。なんか免許持ってないんですけど、うん、取るとなったらマニュアルにします。そりゃそうだよ、もうぜひぜひ。絶対マニュアルだよ。そう、マニュアルは本当楽しい、うん、こうやって流してるだけで楽しいもん、マニュアルは、うん、へね、まあ、あのね、効率とかで言い始めたらマニュアルシフトってすごい無駄でしかないんですけど、そうそうそう、でもその無駄が楽しいんですよね。そうだよ、うん、本当にそう、この無駄が楽しい。そう、俺が動かしてんだみたいなさ。あ、ね、操縦してますか。そう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 、いや、ね、視界がいいからね、さくらさんも周りがよく見えていいんじゃない。いつもより高い位置だから、うん、開放感がすごくて、うん、いいよ、開放感全然いいよ、うん、これはね、いい景色のとこ行きたいですよね、この車で。お、ええ、どこ行っても楽しいよ。楽しいだ、うんうん、だけど今時の本当なんか K の 660cc ってさ、ええ、全然パワーあるよね。そうですね、もうこれターボがついてるんで ね、うん、もうターボついてれば困らないですよね。そう、うんうん、そんなさ、買っとくわけじゃないんだけど、うん、全然不満 ない、こう物足んないっていうパワーじゃないよ。ないですね。なかなかいいぞ。おー、楽しい。うん、楽しいだろう。すごい、後ろ乗っててなんか音とかも懐かしい感じがします。いいね、いいね。音とテンション上がりますよね。テンションで懐かしい、いかにも機械が頑張ってますっていう音がね。そう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 、こう昔に比べればこれでも相当静かになったんですけど、うん、やっぱりでも今時の他の車に比べたら、うん、ノイジー、騒がしいですね、うん、それがいいの。それね、その音がいい。いや、いや、世界ですから、もうジムニーっていう。ジムニーの世界なんだから。世界です。これはいいな、ね、いや、これね、普通の車がね、こんな音入ってきたらうるさいなとか思うんですけど、うんうん、ジムニーなら許せますね。そう、唯一無二だから。うん。いや、これが味です、本当に。そう。ね、ジムニーの味。うん、車体の、ね、上下動とかも結構あるんですけど、うんうん、まあ、これも昔に比べたら相当快適ですからね。いや、全然快適でよかったよ、うん、乗り心地いいもん、うん、もう我が道行ってるよ。今時6速当たり前なのに5速までしかないんだ。、ね、
いいですね。今の時代6速当たり前。そうなんだけどジムニーはうるせえ5速でいいんだみたいなさ。6速あるのと5速あるのってどれぐらい変わるんですか？燃費が全然違う。あ、燃費が違うし、あとはねパワーを生かしやすいし細かく刻むと、あとはそうですね、音も静かだし高速走行時のエンジン回転数が、うん、だからそこはもうさ鈴木の割り切りだよね。そうですね、このパワーで6速いらないでしょっていう、うん、そう、でそんなに高速でカットも車じゃありませんよっていう、うん、もう鈴木の割り切り。へえ、もうね、こういいですよね、シフトレバーでね、このいいよ、ストロークの、こんなストロークの長いシフトレバーなんて、ドラッグだよ。とね、トラックみたいですよ、お目にかからねえないけど、まあ、これはもう許せますね。全然許せる。うん、全然、ジムニーはすべて許せる。そう、なんでも許せますね。うん、いや、みんなこれ、惚れて買う気持ちは分かりますよ。分かる分かる。うん、本当にそう。楽しいもん、乗ってて。ね、うん、楽しいですね。隣で乗ってても楽しい。そうだろう、それは俺といるからだろ。そうですね。ちょっとお前さ、今間があっただろ。間があった。ちょっと、おい。何ですか？何かありました？お前さ、今のは間はなんだ？私何も感じませんでした。何も感じませんでした。本当なんかこう、車選びに出てくる女ってみんなこうタカピーな女が多いよね。ね、そんなことないです。本当にさ。みんななんか俺をバカにしてやがってさ、もうタメ口で来るもんだみんな。みやびなんか上から目線だもん。まあ、俺はそういう立ち位置なんだろうなきっとな。愛されキャラなんですよ。何が愛されキャラだよ。そうですね。ねえ、まあね、そんなね、さくら静香さんね。はい。チャームポイントが鎖骨だそうですが、え、どうですか？桜静香っていうの？そう、今知ったんですか？土屋さん、ちょっと土屋さん、さっきから呼び方がね、え、どっちも名前じゃん。あの、そうですね、静香が名前です。はあ、それ芸名だろ。静香は本名です。全然お前静香じゃねえじゃん。ねえ。でも親はきっと静香にはね、上品な女の子に育ってほしいなと思って名付けたんでしょうね。残念ですね。残念だな。期待に応えられなくて申し訳ない。そうだ。大丈夫だよ、親はこの YouTube 見ねえから。見せちゃダメですね。なんでダメなんだよお前。そんなお前いかがわしい番組じゃないよこれ。ねえ、車選び番組だよ。なんかいいね、うん、なんか芯がある、ね、感じがいいですよね。そうそうそう、その考え方にね。そう、本当そう、うん、俺のジムニーはこうだっていうのがすごい形になってますね、うん、この方はね、特に、うん、確かに、うん、だから人気なんでしょうね。コンセプトにブレがない。そう、ブレがない、本当に。そういうこと。そう、いいこと言うね、うんうん、本当だよな、派遣のくせにいいこと言うな。派遣ですから。まあ、そんな派遣さんはね、好きな食べ物は炭水化物、うん、はい、ほう、例えばやっぱりさ、北海道なんだからラーメンだろ。ラーメンですね、はい。俺も北海道行ったら絶対さ、信玄行く。味噌、うん、あ、ですよね、うん、そう、札幌は味噌です。そう、あ、旭川行ったら醤油。あ、そうです ね函館行ったら、函館行ったら大湯の、はい、なんだっけ、エビ。あ、塩じゃないんですね。エビラーメン。うん、エビか。大湯んちのエビだし。エビだし、美味しそう。うまいよ。え、大湯さんちがお店やってるんですよね。そう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 。で、大湯んちのカレーもうまい。へえ。スープカレー。あ、そうだ、スープカレーだ。そうそうそう、有名。あ、スープカレー有名。まだ食べたことないんだよな。え、北海道の人なのに？でもなんか。あ、お前大湯のこと嫌いだろ。いや、嫌いじゃないです。もう面識ないですから。ああ、そっか、はい、残念ながら。なるほどね、はい、同じ札幌でもやっぱ面識はないんだ。そんな狭くないです。そうですね、100万人以上いるんですから札幌は。そうかそうか、大都市ですよ。いや、だけどサーキットでさ、はい、同じこうなんかこう俺らだと長野県人だと、うん、お前長野かみたいなさ、そういう会話あるよ。レースクイーン同士だったらあるんですけど、うん、ドライバーさんとはなかなかないですね。あ、そう。チーム違いますしね。ああ、そっか。うん。なるほどね。はい、いいなあ、ジムニー。ねえ、いいですね。ジムニーいいぞ。はい。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい。
愛車のお値段すぐ分かる車選び .com。 楽しかったですね土屋さんね、ジムに。いや楽しいよ、やっぱこうマニュアルは楽しい。楽しいですね。どういう派遣、乗っててめちゃくちゃ楽しかったです。そうだろう、なんかこう、はい、アニメの世界にいるみたいなさ。アトラクションに乗ってるみたいな。アトラクション乗り心地はいいんですけど、ね、ワクワクする感じ、うん、なんかね、冒険に行こうかなっていう気分に、はい、させて。海や山や川に行きたい。そうですよね、うん、そう。もうジムに乗ったら海も山も川も楽しくなる。引きこもりから出せますかね。君だよ、買った方がいいよ。私に向いてますか。こういう車免許ねえよ。あ、免許ない。でも大丈夫です、免許なくても車買えるから。普通さ、北海道みたいな田舎に住んでたら免許取るじゃん。さ、札幌はね、多分いらないんじゃないですか。地下鉄でなんとかなっちゃうんですよ。長野をバカにしたな。そう、長野をバカにした。長野は地下鉄ないですからね。長野駅の周りに長野電鉄がちょっと近く感があるぐらいで。長野県人は一家に3台だよ。3台。そりゃそうだろう。そんなにですか。すごいですね。長野県じゃ当たり前だよ、まあ。だからだって長野県はね、コンビニ行くにも車で行きますからね。家の最寄りのコンビニ歩いて行かれなかったりしますからね。そう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 。もうジムニーだとね、街中走ってても可愛いし、うん、ね、うん、雪なんか降ったってへっちゃらだし楽しいんですよね、これ。 FR でね、雪走るのが楽しいですね。いいね、やっぱこうジムニーはさ、乗ってみると、うん、なんか、あ、やっぱりいいなっていうさ、味がね。そう、もうキャラ、味ね、ね、味がある、ね、俺はどっちかというと、オーバーフェンダーの方が好きです。俺はこれでいいんだよ。俺はこれでいいんだけど、俺は見た目重視だからオーバーフェンダーが好き。はい、ね、ということで、はい、よかったらいいねを押してください。あとは登録もお願いします。バイバイ。